これ歩くじゃん。やっぱ歩くといろんなことを考えるんですよ。あのね、足を動かすと脳みそも回転してくるって言ってね、もう俺は父親から教わったんですよ、いろんなことを。だから歩け、とりあえず歩けと、あの稽古歩くんだぞと、歩くの嫌いみたいな。俺歩くの嫌いなの。本当嫌いなんですよ。登山とかはしないタイプね。でここだけでいいから、俺あの防災公園とか家の近くだけで、多摩川とかさ、家の近くがいいの本当に。だからあのそういう緑地とか、こういうね、公園、大きい公園、ちょっと大きい公園とか、あの多摩川沿いとか、そういうところに住みたい。あのとりあえずね、うん、なんかそういうところで足を動かして、まあ小1時間ぐらいね。でもそうすると本当にやっぱ父親がよく言ってたんですけど、本当頭が回転して歩いた方がいいよ。あのいろんなこと考えるし、頭が整理されるから、いろんなこと歩いて、とりあえず歩け、歩いて、あの1時間ぐらい歩いて、いろんなこと考えた方がいいみたいな。俺にそんな時間はないとかですから。あの本当にいつも忙しいし、歩くの嫌いみたいな。だってもう人のところに呼ばれたりとかして、用事もいっぱいあるから歩いてるもんとか言って、まあ言い訳してたんですけど。そんな親父も2年前かに他界しましてね、今その言われたこととかもしみじみね、あの実行してるね。なんかね、結構いいことをね教えてもらったなみたいな。もう俺から金もかっぱらって、あの家も売っ、死ぬ前に家も売っ払ってる、あのろくでなしの親父だったけど、あのね、そういう本当ね、強くなるね、強くなった。